いどうも皆さん、ホコンバンチャーです。パパ先生ちょっと声小さなったで。で、今日は今バラバラにしていってる NB6C のロードスターさんの、トラックの内張り取ったんで、テールとウィンカー、テールウィンカーじゃあリフレクターやな、うん、リフレクターとテールと、まあトラックについてるものですね、そんな外していきたいと思います。トラックについてるもんは外せへんけど、まあナンバー灯がうまいこと外れたら、うん、リフレクター後ろ、うん、これ結構リフレクターってこれか、何か分からへんのリフレクター、なんか後ろについてる感じやん、リフレクターって。後ろもついてんね。あ、そうね、まあ、これは、うん、みんなが知ってる通りに、どういうこと、ネジで止まってる、はい、まあ進めちゃうからな。でもこれギリギリまで、うん、何これぐらいまでして、あ、それもちょっと上下に、はい、取れます。そうだな、これネジ取ってもらったら取れへんから。これカプロンついてない。ああ、電気つける人もおるで。ふーん、あ、そういうことな、うん、これは違うパターンのやつか。標準はこれ反射板。あ、そうなんや。うん、え、どっちでもいいで、どうする。後ろにもついてる。一緒やな、多分多分な。あ、でも赤色やん。後ろはちゃう。後ろ分かる、まあ、外し方は一緒、はい、中だから途中まで出してきて、まあ、これは感覚やな、うん、でも外れた感があったらこう、はい、そうやな、ボディだけ外れてっていう感じ。ウインカー行こうか。ウインカー、ウインカーがもう左右一緒やと思ったら、うん、もう最近やってるのかちょっと忘れたけど、一番最新これをこっちに押す、うん、な、うん、なら、うん、こっちこうこういうな動かすやつがついてるな、うん、でこっちちょっと引っかかりがある、うん、でこれを、うん、つまむんじゃなくて、うん、つまで割れるから、うん、こっちにこの引っかけをグーとほら、うん、動ける、うん、動いたらちょっと動かす、うん、なら取れる。おー、これが割れへんと、だいたいみんな、うん、ここしたらパチッと割れてるわ、うん、でこういう感じで感じるね、はい、反対側もう一個、うん、だからこれほら、うん、ちょっとしか動かってないから、もうみんなそういう感じになってるよ。ほんまやな、ほらこっち動くわ、うん、弾変えるときは、はい、抜く、うん、はい、まあ、反対もそう、とりあえずテール行こうか。なんなんそれ。結構いろんなとこ行くな。これはバンパーついたままいけるやつ、ここプラスな、とりあえず見えてんのが上プラスの、あかんなかった、ちょっとバンパー引っ張ったやっていきます。まあこれ外し方はね別動画でやってるんで、うん、まあ、これはもう見てもらったら、うん、こうこんな感じで全体ちょっとね、うん、そう外していきますよみたいな感じで、うん、このカップだね、これね、うん、今これ前期やけど、うん、もう後期のあれがボルトンで作るから、うん、で、見てるかな、あ、ゴム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 、さっきちょっとプチュッと出しといて、で、あっちに5ミリ、うん、こっちにも日本や、うん、でもこれよう見えてるかえな、あの1尾目の引っ掛けも見えてるやん、結局、うん、内張り外さなあかんっていう。ピンでいけるからな、でも難しいとかやな、何もせんねんかって、これめちゃめちゃ難しいねんで。そうなん、ヘッドライトもそうやし、うん、このテールもそうやし、うん、このマツダのあの RX8 とかのミラーとかもそうやけど、うん、絶対このノックがあるね、うん、これ引っかかりあるやん、ま、うんうんうん、っすぐ引っ張ったら割れるやん、前な落ちひん代わりに割れるやん、うん、こんなせんともっと太く作っとけっていう話やな。で、ここ差し込みやから、うん、まあ、夏は抜けると思うわ、うまい、で、うん、ちょっと不安な人とかやったら、うん、ちょっとこのあバチこの距離の分だけしといて、うん、でこっちからバサッと引っ張ってもうたら、うん、ほら、うん、こういう感じ、止まるよ、止まった、な、なったでな、止まるよ、うん、でこのノック白いとこ見えるやん、見えてる、これは、まあ、角が刺さってるから、うん、でこれでほら何引っかかるやろ、ここな、落ちひんように、あ、これをちょっと上に上げながらね、
これも球を 見た方がいいわ。あるのかな、うんうん、はい、こういう感じ。だからさっきこれを外しといて引っかかるようにしといて、うん、納豆をかまして、うん、でこの距離に、うん、この折れるやろ。ちょっといや、それは折れるよ。折れてるよ。それは折れるわ、うん、で、まあ、さきちゃんが商品出品するのに拭いても折れるし、うん、拭かんとこそう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 、気をつけてってことで、な、この注意点だ。何、うん、どこ、中、中町、ここ、うん、うん、これまあその中古とか、うんうん、絶対ほらこうパッキンがあるやん。でパッキンついてないやつにこれパッキンついてるとこ入れて、うん、パッキン、うーん、まあ普通だとそのまま入れてそのまましてくれたら、うん、うんうんうん、ボディについてて OK やつやな。ちぎれるからね。はい、ここあ全部あるやん。なかったら水入るからね。ああ3つ3箇所全部ある。そうそうそう、へえ。これはここやけど、うん、どっちでもいいか。うん、これはじゃあ落ちるからね、うん、こっちに両方入れとか。ああそういうことな。納豆止まる方に両方入ってるから、両面テープを剥がすような感じでせえんかったら、うん、ピリ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 破けるから、うん、これパッキン、はい、パッキン、 OK、うん、もう一個水どこ作る知らん、ちょっと待って、中ちゃん、あ、つけたな。もうボケできた。ボケボケでございます。次何行く？ナンバーと、このあ、ここやばいや、これ結構これ矢印書いてるけど、うん、うこれ割れてるやん。置いてる、割れてんのこれ、うん、こっちにあれウインカーと一緒、こうして、はいはい、こうしましょうやけど、うん、でこっちは逆になってる、うん、矢印書いてくれちゃう。 ここがもう割れんねん、うん、まあドライヤーとかでやっても一回ここ、こっちから、うーん、これもほんまにここになる、うん、あのウインカーと一緒にこうバネみたいになんねんけど、ちょうどこの行った時に割れんねんな。いけそうな感じするで。あかんどれ？お前だ、お前な。うん、いけたか。あー、いた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 。これ絶対割れねえやんか。うん。な。うん。で、これトランク外すときに、はい、この線抜かなあかんから。うん。ね、こいつを絶対外さなあかん時が来んねやんか。その時に困んねん。いつかな。これは浮いてんのそれ。いや多分外し方を、うん、ほんまは、うん、こっちに浮いとかなあかんねんけど、これはもう外し方を間違えてしもてんねんな。うーん、入る、うん、あでも割れてはないやん。あ、割れてるやん、割れてる、割れかけてる日々。うん、まだ割れてないけど次つけたら割れるわ。なんかボンドかなんかで補強してやったらいいんちゃう。なあ、ほんまはこれだけ開いとかな、ね、全然ちゃうね、うん、ここ、うん、言ってるよ、うん、まあこれはこれで売るから、うん、商品確認です。左側ね、右側はまあ外し方したけど、左側ウィンカーです。リフレクター飛ばしてたな。これリフレクターです。ちょっと映ってるかな。リフレクターです。でナンバー灯はいらないけど、次テール、違う、嘘ついた、後ろのリフレクターです。割れとかは日々もないですね。うん、でテール、はい、こんな感じ。はい、こんな感じです。はい、まあこんな感じでリフレクターとナンバー灯とテールの外し方をやっていきます。外し方なんかせえへんわ、ごめん、嘘ついたわ。いや、外し方やで。外し方か。付け方はやってないけど、外し方はやったよね。これまだお見合いの皆さんヤフオクで出品してますので、よかったらそっちを見てください。お願いします。ではいいねとチャンネル登録お願いします。他の動画も見てね。バイバーイ。